ボーマルティニエリク・エリクソンは E タイプのアーティストネームで知られるスウェーデンウプサラ出身のシンガーである。スウェーデンのウプサラにて1971年より今日まで放送中のサイエンステレビ番組ベットンスカペンズ・バルルドの進行役で知られる父、ボーグスタフ・エリクソンと母、エリザベスとの間に生まれる。10代の時、ストックホルム聖郊外のブロマへ引っ越すと 1980年代に入り、マニーニャブレードやヘクセンハウスといったバンドでドラマーとして参加。ミュージシャンとして活動を開始するが、1991年になると当時ミュージシャンとして活動していたスタッカーボーと出会い、シンガーへと転向。We Got the Atmosphere とヌマニア一なる2枚のシングルをリリース、また1993年中期には、 アイ・アイム・ホーリングなるシングルをいずれもリリースしているが、いずれも不発に終わっている。1994年10月、ストックホルム郊外のシェイロンスタジオにて、プロデューサー、ソングライターのデニス・ポップとマックス・マーティンを迎え、デビュー作となるメイド・イン・スウェーデンを発表。このアルバムより、セット・ザ・ワールド・オン・ファイアがスウェーデンのシングルチャートで1位。 アメリカビルボードのクラブチャートで22位を記録し、他にも This is ウ h e w a が同ビルボードのクラブチャートで15位を記録。また、Made in Sweden も国内のアルバムチャートで最高2位を記録26週にわたってランクインしベストセラーアルバムとなる。またこのアルバムで日本でもデビューを飾る。1996年10月には2枚目のアルバム、 ザエクスプローラーを発表このアルバムからも calling your name back in the loop i just wanna be with you などの曲がスウェーデン国内でヒット中でも calling your name はアメリカビルボードのクラブチャートで17位を記録するヒットとなった1998年11月には3作目となるラストマンスタンディングを発表 スウェーデンとフィンランドのアルバムチャートで1位を記録した他、このアルバムから、ヒア、アイゴアゲーンが、やはり、スウェーデンとフィンランドのシングルチャートで1位を記録するヒットとなり、また隣国ノルウェーで3位、デンマークで4位、ベルギーで9位を記録するヒットとなる。2000年には、UEFA Euro 2000の公式ソングとして、コンピネ2000をレコーディング。スウェーデンで2位、 開催国のオランダでも4位を記録し、また同曲はイギリスボルトン・ワンダラーズ FC のスタジアムちゃんとにも使われている。2001年には4作目となるユーロ・フォーエバーを発表。スウェーデンのアルバムチャートで2位、フィンランドの同チャートで3位、またカナダでも9位を記録している。2004年には5作目のラウド・パイプス・セーブ・ライブズを発表。 やはりスウェーデンのアルバムチャートで2位を記録。また、これまで E タイプのアルバムでレコーディングを共にしてきた女性シンガー、ナナヘディンが同作を最後に E タイプへのアルバムに参加しないことを表明。二人にとって最後のコラボレーションとなったパラダイスはスウェーデンのシングルチャートで2位を記録するヒットとなっている。2007年には6作目のエウロトピアを発表。 新たに女性シンガーとして当時22歳だったサンヌ・カールソンを起用、同国のアルバムチャートで10位を記録する。その後、しばらくなりを潜めるが、2011年1月に新たなソングライターとしてシェルバックを起用した新曲バックにライフを発表、また翌2012年にはコンピネ2012を発表し、健在ぶりを示した。 彼の楽曲は主に1994年に発表されたメイドインスウェーデンから共演してきた女性シンガーナナヘデンが担当しているものが多いがライブパフォーマンスではディー・ディ,ディマーバンクをはじめとする別の女性ダンサーが担当しているそのためナナヘデンの歌う声に合わせて口パクで歌っているまたいいタイプの楽曲は世界的なフィットネスクラブレス・ミルズプログラムの中で ボディパンプの音楽として頻繁に用いられていることでも知られている。ありがとうございます。